ハローベイビー、スロットの未来を愛してる。中山です。おはようございます。最近いつもだいたいバカです。本日は、4月13日土曜日、デルグランド上横田店さんに来ております。今回トタダイは、クランキークレストです。はい、ということで、はい、デルグランドさんね、まあノーマルタイプ強いホールで今日もノーマル朝から盛り上がって、僕は抽選良くてクラッキーが取れました。はい、ということで、最近先週ケチョケチョだったんで、今日はクラッキーで、楽しんで勝利目指して頑張っていきたいと思います。ではまず1枚目、石川の目ではよろしくお願いします。あ、メダルがあるっていいね。メダルがいい。メダル、メダル、メダル切っていいね。はいはい、クラッキークレソ、まあとりあえずね、先週連戦2連先週の2連戦、スマスロ打って忍び魂と、金パル打って、ほんと久々に2日間でケチョンケチョンにやられたな。2日間で、15万ぐらいやられたからね。ひどかったな。特に金パルひどかった。はりゃひで、まあ忍び魂も金パルも僕は昔から思い入れがある台で好きではあるんですけど、スマスロになってね、めちゃめちゃ凶暴だもんな。でかいの引けなきゃすげえ負けるもんな。超いくらでも負けれる。ということで今日は大好きなクランキーで、まあ、リーチ目をたくさん見て癒されたい。やっぱり僕はリーチ目マシンが好きなんで、はい、現在朝から462ゲームです。はい、早くも2枚目。まあまあまあ、でもまあ460枚で462ゲームもあったんで、コイン持ちはいいんですけどね。ずっとスマスロ打ってたせいか、コイン持ちすげえいいと思えるんですが、でも早くリーチ目みたい。あ、やっとリーチ目が見れた。697ゲーム。ちょっとさすがに朝からハマりすぎ。1コマ滑りか。1コマ滑り。まあ、右から行きますか。はい。はい。レギュラースタート。あ、ありがとうございます。よかった。投資は、多分、16、7本ぐらいなのかな。じゃあここからスタート。お、朝から一応コンドルが来てますね。まあハマったからな。ここから頑張りましょう。今適当ハサミだけど2コマ滑ってるからリーチ目じゃないですか。30ゲームここには青7がいるな。どうしよう。まあ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 、右から行きましょう。2コマ滑ってるんで。あ、チェリー取れた。
さ、まあ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 1回目、はい、暑いな。多分スイカ BO とかだもんね。はい。あ、は、はい。ちょっと暑いなと思ったら外れてくれた。よし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 。51ゲーム。うん。さすがに、これは中押しですね。たった。チェリー、チェリー、チェリー。たった、た、あー、まあ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 。はい、現在331ゲームです。はい、メダルはなくなりました。いつも通りの追加投資。いや、しかし1100ゲーム以上回してビッグ1回はきついっすね。はい、現在390ゲームです。はい、残念ながら3枚目。いや、最近僕が打つスロットはひどい展開ばっかりだな。さあ、初めての裏チャレンジ。裏チャレンジどう？何も起きない。あ、滑っ、あ、さあ暑いです。裏チャレンジの後にこれ、はい、コンドルが2コマ滑ったんで、スイカ王は上段に挟みましょうよ。はい、よし、これで入った、これで入りました。465は裏チャレンジから。はい、よかった。あ、投資は22、3本今こっちが滑ったような気がするんだよな。これってリーチ目なんのかな、わかんねえな。あ、うん、は、これか、右とこだったらね。おお、外れた、外れてくれた。絶対スイカかと思ったんだけど、171。こっち3コマか、3コマ滑ってれば、まあ右から。で、なんとか持ちメダルで当たった。ああ、1コマ滑り。おー、さあ45ゲームで一応綺麗なリーチ目。どうだろうな、1コマ、まあまあまあ右押し滑れ。タッ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 、はい、うん、
売り占めた。17ゲーム。ただ青七がここにいるからまたレギュラーかな。まあ中押しっすね。だあ滑った滑ったよ。よし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 、本日初のちょっとした連チャン。オッケーオッケーオッケリーチ目だリーチ目だ。2コマ滑ってたらしい。496。いやーだらだらハマるかレンチャンか。ビッグでいい出目だと思うんだけどな。2コマ滑ってるから中押しかな。青7少ないんだけどな。中押しだな。はい、あれあれあれレギュラーなんだ。はいはい、そうだよな。クラスレでビッグだったデメだもんな。ああ。はい、現在スタートから2000ゲーム経過しました。ビッグレギュラーともに4回ずつで500分の1、合算で250分の1です。はい、いや相変わらずボーナスが重たいですね、まあ僕が実戦で打つクランキーはいつもこんな感じなんで、もう慣れっこになっちゃってんな。で、子役などなどユニメも載せておきます。はい、まあ唯一の救いはベルエーが、まあ悪くない悪くない、11点何分だなんで悪くない、まあ、あとはボーナスが少なすぎて分からんすよ、まあ、そもそもクランキーは設定カンパ難しいから、まあ、ボーナス引ければ勝てるんだけどね。今日も重たい。いやーねー、先週のあのスマスロ2連戦でケチョンケチョンにやられて、今日はクランキー様のリーチ目で癒されたいなと思ったんだけど、辛いっすね。癒されてない。なのでこの後いっぱい癒してくれることを願って、はい、リーチ目いっぱいお願いします。クランキーク様。初のイケメン羽か、羽熱くないよね。チェリー、チェリーから夕方滑ってれば3コマ滑り、3コマ滑り、3コマ滑りってベルなのかな。スイカがない気がするけど、はい、あーはーはー、239ゲームは、はい、よかった。投資はちょうど30本ですね。リッチメーター59ゲーム。あ、ビタビタね。これが上でもレギュラー。これどうなんだろう。右から行こう。青7を全然引いてない。だ、滑らない。すー。よかった。はい。久々のビッグと連チャンです。はい。ていうか青菜がめっちゃ少ないんですよ多分。
おお、リーチ目だ。458ゲーム。どうなんだろうな。ビッグがちょっと連チャンすると必ず400以上ハマるんですよね。2コマ、2コマだな、中押しっすね。だあ、ここにビタで押したってことはレギュラーないね。あ、早めに押しすぎたのか。305ゲームです。はい、残念ながら4枚目。いやー、最近僕が打つスロットマシンは展開悪すぎ問題っすね。あと今日のクランキーは青7ビッグが引け出すぎ問題。今3000ゲームで青7ビッグ1回なんですよね。はあ、青7狙おうと滑らない。あ、ははは、346ゲーム、左が1コマ、はい、そのままは揃わないんですよね。はいはい、あ、あ、投手は32本とかかな。リーチ目じゃないですか。あ、249ゲーム、ビタ、まあ青7がこんだけ回した、青7一回なんですよ。滑らない。まあレギュラーもね少ないからね。お、目押しミス？あ、ビタだ。ビタでした。ビタだから入ったわ。64ゲーム。で、これで中段にベル以外とかなんだっけ？うん。まあ、これがリーチ目になるんですよね。まあ、チェリーのこぼし終わりリーチ目なんで。さあ、青7見ようぜ。青7見たい。はい。滑んないんだよね、全然滑んない。青7引けねえ。さあ裏頑張れ。
乗ったからちょっとチャンスですね。あー、ここを見たでおっしゃったリプレイいないのかな。あ、でも、あ、でもほら2コマ滑ったよ、2コマ滑ったよ。どうしようかな、今回挟むか。はい、なるほど、2コマ滑ってるんで外れ目ですけど入ってます。78、あのコンドル以外、コンドル以外。じゃあ青菜でいいじゃん、青菜の見ようぜ。と滑らない青菜のビッグが見れない。そう、今日あれっすもん、あのコンテストのドゥルドゥ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 を聞いてないんだもん。忘れてくれた2コマ。さすがにこれ青菜で行こう、これは青菜でいいと思わないやだ。よし、本日初初めてコンテストは聞けると思ったけど、コンドルも聞けるけどコンテストにしよう。さあさあ、1ゲーム連チャレン、チャンス、なんか揃ったりしないかな、間違って。はい、ああ夜になったよ、夜になったよ、夜だってよ。ここを押しましょう。あ、羽ばたいてる。どうしようかなこれ。青菜の上段とかか。はい、ああ止まった、よしよし、これは1ゲーム連扱いですよね。ほらプグプグって言った。あ、青菜の1ゲームは初めてじゃない、これ何の音が流れるの、何のこの音。ああ、もぐ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 か、あれやったことあったかな。まあいいや、オッケーオッケー、苦しいんだけどこれは楽しいや、これは楽しいや。1ゲームもぐもぐビッグが終了です。動画では初めてよね多分。てか青菜の全然引いてないと思ったら青菜が1ゲーム連したんだもんね。はあ、やっぱこういう波なんだな。じゃあ奇跡の奇跡のもう一回、ああ1ゲームビルでした。下段今勢いあるよ。はい、はあ、まあでも夕方だから押すか。あ、暑いじゃん。暑い暑い暑い、どうしようかな。もう一回上段青菜トライ。止まった止まった、あれ、はい、止まって止まって、青菜を否定。36、いや全然全然 OK でしょう。青菜否定か。はい、さあ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 、ようやくここで波が来てくれたよ。よし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 、おお、かっけえな。さ
809枚か。せっかくなら999とか見たいな。101ゲームさあ当たり出した。左はビタだった。あ、ビタだったらスイカ外れだもんねこれね。この出目なんすよ。これがビッグが欲しいけど一回レギュラーだったもんね。ビタ、いや青棚みたいから右から行こう。さあ勢いあるよ今。はい、滑らない。はいはい、まあ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 、さあ下段、今日揃ってないな、そのまま。はい、揃わねえな。まあ一応夕方。お、暑いじゃん。ずっと青菜狙ってたから、ここはじゃあどうしようかな。あ、バー下段とか。あ、3コマ滑ったな。3コマ滑りってベルオアだと思うんですよね。だからこれ入ってるはずですよ。ほら、よし、252ゲーム。はい、よし、オッケーオッケさあさあ、また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 1ゲーム連チャレンジ、1ゲーム連チャンスか。お、女の子で下段だよ。これこのまま揃っちゃってもいいんじゃない。はい、揃いはしない、揃いはしないけど、あ、夜にもならん。暑くないな。はい、あ、滑った。あ、2コマ滑った、2コマ滑った。これスイカないから、これも1ゲーム連だよ。はい、あれ、テンパイオンが、テンパイオンが、テンパイオンが、だからコンドルはない。あれれ、あれれ、さあどうなる。まあ一応、はい、ちゃんと右から。はい、はなるほど、1ゲーム、1ゲームレギュラーでした。惜しかったな。まあ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 、さあ今勢いはある、勢いはある。あ、一応押すか。いや、はい、あ、おおおおおお、あ、ここ停止はちょっと熱いと思われますよ多分。だから青菜の上段に止めちゃえばいいんだよ。はい、止まった。あ、じゃあリプレイ、あ、止まった、オッケー、止まった止まった。27、あれあれ、リプレイあるの、あれ、え、今の、今の回転でリプレイあるの、あれあれ、今のはショックだな、今のはショックだな。完全にスイカオーバーかと思ったのはリプレイあるんだ。そっか、あ、勢いが消えなければいいが。
バー下段そのままか、そのままレギュラー入ってました。301、なるほどね。味覚じゃないですか。60ゲーム。赤棚下段。まあビーター、まあ右からですね。滑ったよね。よし。ズレ目きた、初のズレ目、1コマ滑りだった。284で、ここの赤菜の場合は、はい、あれ赤菜が冗談だと確かビッグだったらしいんだよな。これじゃ分かんねえな。あー、まあ中押しだな。だはい、ほら、あのせっかくのズレ目。1ゲーム連チャンスではあるけど、外れかな。あ、入った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 。さあレギュラーから1ゲーム、さあ1ゲームが来るな。右押してないけどコンドルないよね。はい、右押し右押し、はいはは、はい、レギュラー1ゲーム連。ああ、一応滑ったね。お、2コマ滑ったよ。2コマ滑りは熱いでしょう。はい、あれスイカあるな、スイカあるな。はい、あ、オッケー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 。さあ47ゲーム、2コマ滑りだからこのままの可能性高いよね。よし、オッケー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 。超跳ね。ビタ145。いやでも限りなくレギュラーだよな。コンドルだったら滑るもんね。じゃあ右からか。あ、あ、なるほど。しか頑張ってくれた。
らせない。滑らない。はあはあはあ、ああでもここ裏チャレンジ、はい、コンドルを滑らせたい。あ、3コマか、3コマか、はい、あ、はあ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 、ここは入ってくれた。309ゲーム、なんとか。もう一波読みたいけど難しいのかな、どうなんだろう。チェリーこぼしてないよね、ビタ。入ってくれたよ。あ、90ゲーム。まあまあ右から行きましょう。だ、滑らないと。はい、現在レギュラーから151ゲームですね。まあ今日のクランキー、はい、前半から苦しんで、はい、投手32本から、まあ途中ね1ゲーム連とかいっぱいしたり、はい、途中から頑張ったんで楽しかったっすよ。欲を言えばね、まくれんじゃないかみたいな感じはあったけど、ちょっと無理っすね、さすがにこの辺が限界かなということで終わります。まあちょっとメダル出たんで負けですけど、まあ今日はよしとしましょう。はい、終了、終わり。はい、出たこんな感じです。まあ最終的にはボーナスこんな感じ、まあ300の分の1ビッグは切れなかったですね。でグラフはこれですね。まあ前半から朝からハマってハマってハマって投資32本から、まあ途中ねビッグの1ゲーム連とか、まあ1ゲーム連が今日3回来たね。ちょっと頑張ったけど、まあプラスにはいかず終了です。まあそれでも本当に後半は、はい、ちょっと頑張ったんで、ああ楽しかったんでいいでしょう。はい、ここ最近本当にきつい実戦ばっかだったんで、今日も負けですけど楽しめた。今は負けの流れなんで、ちょっとでも倒して、まあ一目癒されたんで OK。 本当前半つらかったけど、やっぱり、はい、クランキーのリーチ目は楽しいっす、癒されます。はい、終了、終わり。いやー、いやでもね、あんな苦しい状況から1ゲーム連とか来てくれるから、やっぱそういうね波はあるんだよな。あ、まあまた頑張りましょうよ、うん、次こそすごく勝ちたい、っていうか普通に勝ちたい、勝ってみたいということで、次平日かな、僕平日実戦すぐ16火曜日、うん、頑張りましょう。お疲れ様でした。さあ1ゲーム連チャレン、チャンス、なんか揃ったりしないかな、間違って。はい、ああ夜になったよ。ここを押しましょう。あ、青のが上段とかか。はい、ああ止まった、よしよし、これは1ゲーム連扱いですよね。ほら
ブグブグって言った。あ、青七一ゲームは初めてじゃない？これ何の音が流れるの？あ、何だこの音。あ、もぐ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 か、あれ。ディランの歌が聞こえた、ラブソング。